22時の待ち合わせ特集翔くん神宮寺くん岸くんの魅力を徹底解剖ファンとアイドルの絆が深まる22時の待ち合わせ特別編見逃せない16秒間のプレゼント22時夜の静けさと共に始まる一つの楽しみ3人のアイドルが織りなすドラマそれが22時の待ち合わせだこの待ち合わせは彼らのファンにとって まるるるでで日ののの終わりに送られるプレゼントのようなものであ翔くん、神宮寺くん、そして岸くん、この3人の魅力が詰まった時間は、ただのエンターテインメントを超えて、ファンにとって特別なひとときとなっている。ファンの反応を見ていると、彼らがどれだけこのシリーズを楽しみにしているかが伝わってくる。3人のわちゃわちゃ感がいいねとか、22時のお楽しみが今日あったんやねといったコメントがあふれている。 彼らのやりとりやハプニングが視聴者に笑顔をもたらし、一日の疲れを癒してくれるのだ。特に、翔くんと神宮寺くんのやりとりは、多くのファンの心をつかんでいる。翔くんもっと放課す、神宮寺くんの体感がすげー、といった声が上がる中で、二人の仲の良さや、お互いを支え合う姿勢が見えてくる。例えば、翔くんがストーリーで神宮寺くんを突っ込むシーンなどは、 彼らの自然体でのやりとりが垣間見える瞬間だ。岸くんもまた、ファンにとって特別な存在だ。岸くんのインスタグラムの投稿が大好きといったコメントや、岸くんのボンスタイルいいし、チラチラ見えるお腹がさらにいいといった称賛の声が後を絶たない。彼の一挙手一投足が、ファンにとっては見逃せない瞬間となっている。こうしたやりとりの中で、特に印象的なのは、16秒間のプレゼント。 というフレーズだ短い時間の中で、3人が見せる一瞬の幸せが、ファンにとっては何よりも大切な贈り物となるのだ。この16秒間が、彼らの日常の一部として刻まれ、ファンとの絆を深めている。また、22時の待ち合わせに関連するさまざまなエピソードやハプニングも、視聴者の興味を引く要素となっている。例えば、前にジグヒラがイチャイチャしてた写真はこれだったんだね。 というコメントからもわかるように、過去の出来事や写真が現在のストーリーとリンクしていることが多い。これにより、ファンは過去と現在をつなげて楽しむことができるのだ。さらに、彼らの活動がファンの生活にどれだけ影響を与えているかも注目すべき点だ。I.L.Y.S. が寂しくないように、I.L.Y.S. が笑顔が過ごせますように、といったメッセージが、彼らの心遣いを感じさせる。ファンにとって、 彼らの存在はただのアイドルではなく、日々の支えであり、心の拠りどころとなっているのだ。このように、22時の待ち合わせは、ただのエンターテイメントを超えて、ファンとアイドルとの絆を深める特別な時間である。彼らの一挙手一投足がファンにとって大切な瞬間となり、その瞬間が日々の励みとなっているのだ。22時の待ち合わせの魅力は、 その緻密なストーリーテリングと三人のキャラクターの個性によって成り立っている。例えば、岸くんが見せる天然な一面と、その裏に隠されたリーダーシップは、多くのファンにとって魅力的な要素だ。彼が他のメンバーを引っ張りつつも、時折見せるお茶目な行動は、ファンに笑顔をもたらす。神宮寺君は、そのクールな外見と対照的に、内に秘めた情熱や優しさが垣間見える瞬間が多い。 彼の一言一言が、ファンの心に響くのだ。そして翔くんは、その明るさとエネルギーで周囲を照らし、視聴者に元気を与えてくれる。彼の自然体な振る舞いや、時折見せる真剣な表情は、多くの人々に感動を与える。特に印象的なのは、彼らがファンとのコミュニケーションを大切にしている点だ。例えば、SNS を通じての交流や、ライブストリーミングでのリアルタイムなやりとりは、 ファンとの距離を縮める大きな要因となっている。彼らがファンのコメントに対して真摯に答えたり、時にはユーモアを交えたりすることで、ファンは自分が大切にされていると感じることができる。これにより、彼らのファンベースはますます強固なものとなっている。また、22時の待ち合わせが持つ特別な魅力の一つに、その予測不可能性が挙げられる。視聴者は毎回、 何が起こるかわからない期待感を持って画面に向かう。例えば、前回のエピソードで起こったハプニングが次回にどう影響するのか、どのような新しい展開が待っているのか、といったことが視聴者の興味を引き続ける要因となっている。こうした予測不可能な展開が、視聴者にとっては大きな楽しみの一つとなっているのだ。さらに、彼らの活動が社会的な影響を持っている点も見逃せない。例えば、 チャリティーイベントや社会貢献活動を通じて、多くの人々に影響を与えている。彼らのファンもまた、こうした活動に積極的に参加することで、社会に貢献することができる。このような活動を通じて、彼らはただのアイドルではなく、社会的なリーダーとしての役割を果たしているのだ。こうしたさまざまな要素が組み合わさることで、22時の待ち合わせは単なるエンターテイメントを超えた特別な存在となっている。 ファンにとって、この時間は一日の終わりに心を癒し、明日への活力を与えてくれる大切な瞬間である。彼らの一挙手一投足が、ファンにとっては何よりも大切な贈り物となり、その瞬間が日々の励みとなっているのだ。このように、22時の待ち合わせは、彼らの個性とファンとの絆、そして社会的な影響力を兼ね備えた特別な時間である。 これからも彼らの活動が多くの人々に笑顔と感動を与え続けることを期待している。そして、ファンとしては、彼らとの特別な時間をこれからも大切にしていきたいと願っている。このシリーズは、ファンにとって一種の、成長物語としての側面も持っている。彼らのキャリアのスタートから現在までの軌跡を追いかけることで、視聴者は彼らの人間的な側面に深く共感し、応援する気持ちがより一層強まるのだ。 特に、新しいプロジェクトや挑戦が発表されるたびに、ファンは彼らの成長を感じることができる。そして、彼らが新たなステージに立つたびに、視聴者もまた一緒にその旅を楽しみ、感動を共有することができる。また、22時の待ち合わせは、ファンにとってのコミュニティ形成の場でもある。SNS やファンミーティングを通じて、同じ趣味を持つ仲間たちと繋がることができる。このコミュニティは、 ファン同士の絆を深め、彼らの応援活動をより一層盛り上げる役割を果たしている。例えば、ライブイベントや特別な放送があるときには、ファン同士で集まり、一緒に楽しむことができる。このような交流は、ファンにとっての大きな喜びの一つとなっている。さらに、彼らの活動は国境を越えて、多くの人々に影響を与えている。特に、彼らのエンターテイメントは国際的なファン層を持ち、 多くの国で熱狂的な支持を受けている例えば、日本国内だけでなく、アジアやヨーロッパ、アメリカなど、世界中のファンが、22時の待ち合わせを楽しみにしている。こうした国際的なファンベースの広がりは、彼らの影響力がますます大きくなっていることを示している。彼らのエンターテインメントの魅力は、文化や言語の壁を越えて、多くの人々に共感を呼び起こしている。例えば、 彼らのパフォーマンスやトークショーは、言語の違いを超えて、多くの人々に笑顔と感動をもたらす。こうした普遍的な魅力が、彼らの国際的な成功の鍵となっている。22時の待ち合わせが持つもう一つの魅力は、その柔軟性と革新性だ。彼らは常に新しいアイデアやコンセプトを取り入れ、視聴者を驚かせ続けている。例えば、新しいテクノロジーを駆使したライブストリーミングや、 視聴者参加型のイベントなど、常に新しい試みを行っている。こうした革新的なアプローチが、視聴者の興味を引き続ける要因となっている。そして、彼らの成功の背後には、ファンとの強い信頼関係がある。ファンは、彼らが見せる誠実さと努力を知っているからこそ、応援し続けるのだ。例えば、彼らが困難な状況に立ち向かう姿や、 ファンに対する感謝の気持ちを表す姿勢は、多くのファンにとって感動的であり、応援する原動力となっている。最終的に、22時の待ち合わせは、彼らの個々の魅力とチームとしての絆、そしてファンとの深い絆が織りなす特別な時間である。彼らの一挙手一投足が、ファンにとって何よりも大切な贈り物となり、その瞬間が日々の励みとなっているのだ。 このシリーズがこれからも多くの人々に笑顔と感動を与え続けることを願ってやまない。22時の待ち合わせは、彼らの成長とファンとの絆を深める場であり、視聴者にとって特別なひとときを提供し続ける。そして、この特別な時間が、これからも多くの人々にとって大切なひとときであり続けることを期待している。彼らの一挙手一投足が、これからも多くのファンに笑顔と感動をもたらし続けることを信じている。